いいなぁ、いつか行ってみたいなと思いました。今日もコメントご報告ありがとうございました。今来たんですけどって、そうですよね、あのこちらは今日花冠記念日ということで、花冠を今かぶらせていただいております。少しでも身近なところから春を感じていただきたいなと思いましてお送りしております。もう私は馴染んでしまって何も感じなくなってしまいました。いやもう気に入りましたね、あの頭にちょうどフィットするんですよ。ぜひ皆さんも身近なところから桜の季節お楽しみください。それでは19時に番組を再開いたします。こんばんは、時刻は19時を回りました。引き続きウェザーニュースライブイブニング、檜山沙耶が担当します。よろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。そうなんです、まだ被ってますよこのまま1時間被り続けることは難しいかと思うんですけれども、19時台のオープニングということで少し被らせていただきました。せっかくね、今日花冠記念日ということで作っていただいたのでお送りできればと思ってます。先ほどもご紹介した通り、この桜の花びら本物なんですよ。ぜひ皆さんも作ってみてはいかがですか。スクショタイム、はい、あのお家でね過ごしている方も多いかと思いますので、折り紙と桜の花びらがあれば作ることができますので作ってみてください。折り紙もそこまで何枚も必要じゃないですよね。比較的お家にあるもので作ることができると思いますので、新聞紙とかでも作れそうですよね。サービスショップ、はい、あのぜひぜひ皆さんも桜の季節をお楽しみいただければなと思います。